はい。まあ、今日13日ですけど、まあ、残念ながらね、今回は、まあ、登頂ならずと、いうことになりました。まあ、5月に入ってから、もう雪の降らない日が、まあ、なくてね、特にこの5日間、ドカーンと来ましたね。ですから、もうベースキャンプから出上がるのがね、非常にこの、まあ、特にキャンプ2付近、その上、流れ、を考えますとね、これで突っ込むかどうか。で、やっぱ難しいんですよ、本当に。こういう、特にこの不安定な山っていうのは、これの場は僕ら今日で撤退しますけど、ひょっとするとね、明日から1週間、入るかもしれないし。だとしたら僕の判断もミスだしね。ただまあ、そういう中でね、行くか帰るかってことを決断しなきゃいけないんで、まあ僕の決断は、まあ、今年は、その時じゃなかったと、ふうに思ってます。ですんで、まあ本当この1ヶ月間、まあ最初特にね、かなり大変でしたけど、まあ徐々にね、だんだん調子も良くなって、特にね、後半7日8日、まあ9日にね、登頂セットでしたから、そこに向けてはね、非常にこう乗ってきたんですよ。だから本当ね、こう日本に出るときは流れが悪かったんですよね。この、ま、悪い流れをどうね、こう修正してね、いい方向に持っていくかっていうことね、まあ、そこが、まあ挑戦でしたけどね。かなりね、流れはね、こっちに来たんですけど、まあ最後の最後で、引き出ましたけどね。まあ、そんなもんです。ですから、まあ今回は、まあ、ここで帰りますけれども、したらね、今回は僕は失敗と思ってないですよね。これは負け惜しみかもしれませんけどね。まあ失敗というよりも、少しね、手応えもあったし、あとはね、やっぱ前回のマナスよりも2回してね、マナスに対する思いも非常に強くなったし、これで次ね、まあ、来年かな。まあ、いつとは言いませんけど、必ず近い将来ね、愛されるリターンのね、気持ちで、必ず近い将来ね、またこのマラソンに、戻っていきたいと思います。まあ、いろいろありますけど、こういうところですから。まあ、これで今回は以上ということで、さらにお願いします。まあ悔しいけどね、まあ正直非常に悔しいですけど、ただこの悔しいっていう思いがね、非常にこれが大事だから。だから今回非常にね、悔しいなと思いを全身で感じたことが良かったなと。夢に次に繋がったなと、思ってます。じゃあ、ということで、いろ、多くの方が応援してく、くださいましたけど、残念ながら登場ならず、申し訳ございませんでした。次回、まあ、必ずはないですけどね、次回、ちょっと持っていきたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、多分ありますか。